はい、みんなこんにちは。愛知希望学園の遠藤です。いやー、今日はいい天気だ。どっか行きたくなってきたな。まあでもみんなもこれから自分の人生をどちらに向かわせるかいろいろと迷うこともあると思うんだけど、愛知希望学園の3年間で、あ、これかなというものを見つけてもらえたらグッドです。そして勉強はなるべく効率よく必要最低限にやって、勉強教室だけでは学べないものをこの愛知希望学園でたくさん学んでいただけたらいいなと思ってます。海外の友達とかいろんなところに活躍しているいろんな人たちも先生として招待するつもりです。あ、ちなみに、私一応遠藤和則は英語の教師ですけど、まあみんなのわからないところはいくつか対応できたらいいなと思っています。それから学校では僕たちも君たちから学ぶし、みんなも僕たちから学んでくれればそれで十分です。はい、じゃあこれから3年間一緒にやっていきましょう。ありがとう。バイ。こんにちは、安藤由美子と申します。愛知希望学園の先生をさせていただきます。4月から皆さんにお会いできるのを楽しみにしてました。これから、3年間お子さん一人一人が本当に充実した、生活を送れるようにサポートさせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。私の簡単な紹介としてしましては、趣味は旅行や、読書、着物を着ること、掃除することなので、今までいろんな国にも行ってますので、ぜひ、いろんなことを聞いてくれたらいいなと思います。気軽にお話しかけてください。こんばんは。皆さんが見るときは、こんにちはですけど、今はもう6時半ぐらいですので、薄暗くなっています。ここはどこかというとですね、愛知希望学園のある場所から、歩いて、まあ、5分ぐらいの場所に、あります犬口グラウンドというところです。あ、僕の名前紹介してなかったですけど、堀拓也ですね。まあ、皆さんと一緒に、これから3年間、一緒に、やっていきますのでよろしくお願いします。どうしてここにいるかというとですね、まあ、学校からすごく近くなので、体育とかですね、まあ、特にここはソフトボールはじめ、いくつかのスポーツをやっていい場所ですので、まあ、みんなと一緒にここに来てですね、いろんなスポーツアクティビティ、リフレッシュする時のために、ここを使いたいなというふうに思っています。担当する教科に関してはまたのお楽しみということで、よろしくお願いします。夜はなかなか見る機会がないかもしれないですけど、この機会に、見て、おいてください。いつか機会があるかもしれません。昼間でもすごく景色がいいですので、ね、楽しみにしていてください。この入学式の中で、また教室を皆さん一緒に見ますけど、多くの人がですね、協力をしてくれて、とても可愛いというか綺麗というか、教室に、を作ることができましたので、教室の方もですね、楽しみにしてください。そこで、みんなとはですね、勉強しますけど、まあ、勉強っていうね、感じばっかりじゃなくて、スポーツもしたいなというふうに、まあ、スポーツ以外のことも、勉強とスポーツと他にも自分の興味のあることをどんどん伸ばしていってほしいなというふうに思います。そのために、まあ、僕たちがそれが、うまいことできるかわからないけれど、サポートする側として、僕たちは、みんなと一緒にいたいと思いますので、まあ、ためらわずにというか、遠慮なく一緒に、やっていけたらいいなというふうに思っています。これから3年間ですね、一緒に頑張りましょう。 Good morning! My name is Tanner Tafe. I'm American and I come from Texas. I'm speaking in English right now because I'm not quite good enough in my Japanese yet. I'm going to be your English teacher.
I will be helping out with English conversation and also the advancement of your English studies so that you can practice speaking English with me, just so I can practice speaking Japanese with you. As well as English, I'll also be teaching with film and photography. As you can see, we've got the camera going right now. This is my camera. And I'll be teaching how to do what we are doing here with audio, lights, camera, and scenery. I'm 23 years old, and as I said before, I'm from Texas. And I have been in Japan for 2 weeks now. And so far, it has been a wonderful experience. I love every day. I always like being in Japan. It feels so much more at home. Whenever I got off in Narita, my first thought was, I'm home. I've come home. And so it's been very nice to be able to be here and hang out with you guys and stuff. But besides speaking English with me and stuff, I can't wait to hang out with you guys to get to know who you are, just so you can get to know who I am as well. It's going to be a great, wonderful opportunity for us to really get to know each other and be able to study together and really be able to progress forward with our studies in school. And once again, my name is Tanner, and I'm going to be your English teacher. So study hard and definitely do everything that you possibly can to learn the English, just like I will do the same whenever I learn Japanese. So, よろしくお願いします.